上層ルート、上層ルート、上層ルート、上層ルートとは、かつて運行されていた東京駅と茨城県南西部を結ぶ高速バス路線の総称。主に、鉄道が東京都市に直結していない地域を結ぶ高速バスだった。1980年代より、住宅開発が進んでいた森屋町では、路線バスや高速バスの整備が住民より要望されており、 森谷町では1987年より、茨城県、住宅、都市整備公団、JR 東日本、関東鉄道に高速バスの運行を要望し、協議していた。しかし、1993年当時は、再三等の問題で実現できず、その後も要望を重ね、1999年2月に実現に至った。森屋町では高速バス運行開始後も継続して、 森谷町南部から東京駅へ向かう路線を強く要望し、2000年8月1日に南森谷線が開業した。同時に東京駅八重洲口の混雑緩和のために新宿業などの別路線も要望していたが、こちらは実現しなかった。上層市からは近隣を走る関東鉄道上層線を利用した場合、鳥出駅へ遠回りすることや、坂東市からは、 東部の打線、あたご駅まで行かなければならなかったことなどから、この地域における利便性が大幅に向上し、路線、便数が拡大した。しかし、2005年8月24日の首都圏、新都市鉄道つくばエクスプレス開業後は利用者数の減少が続き、2007年1月には開業時から共同運行していた JR バス関東が撤退、関鉄パープルバスが参入した。 利用者減少のため2016年12月31日をもって運行終了路線廃止となった。全便において座席は先着順となっており予約は不可だった。また全便トイレ付き車両で運行されていた。上層ルートの展開所、岩石川市発岩井線に使用された、伊須津川原、停車、一部通過、後車のみ、後車のみ。ありがとうございます。